ブロートコバベリカンカは、スロベニア北西部プラニツァに位置するスキージャンプ競技場。レタレウニツァブラトーゴリシェクをはじめとするスキージャンプコンプレックスの一部で、現在の競技場は2012年に改築された2代目である。1934年、スタイコブローデクによって、K.85 メートルの台が建設され、その名が冠された。1945年に改修が行われ、 2001年、老朽化のため閉鎖された。完成時は、世界最大のジャンプ台であり、1936年3月5日、史上初めて100メートルを超えるジャンプが、ヨーゼフ・ブラドルによって記録された。その後も1950年に、西ドイツ、オーベルストドルフのフライングで新記録が出るまでは、この台の記録が、世界記録であった。 1998年3月22日のスキージャンプワールドカップで日本の葛西の利あきが147.5メートルのバッケンレコードを記録。2001年に閉鎖されていた競技場を2011年に取り壊し、同じく取り壊されたノルマルナブロートコバスカカウニサの機能を合わせて2012年新たにラージヒル、ノーマルヒル併設の競技場として再オープンした。 併設ジャンプ台この一覧は1934年グロートコバベリカンカ会場以降の国際大会のトップ3であるお呼びによるありがとうございます。